はい、次はね、秋草と豆ルリハですね。これ豆ルリハはブルーですね。秋草はルビノーですね。一番綺麗なやつです。これとこれは一緒にね、寝てます。寝てっても昨日切ったんですから、一晩、今日で二晩目になりますね。オカミと一緒に入れてたんですけどね、やっぱオカミは大きいからね、この子たちが端っこに2羽で固まって、オカミがその横にかぶさるという形になりますから、今日は離しました、オカミちゃんと、これと。いつも入れててもね、別に何もどうもならないんですけどね、今回は出してみました。よく食べますよ、このルビノーは。もうめちゃくちゃ食べます、ご飯を。これはまだね、来たばっかりで、ちょっとね、警戒してるところはありますけどね、まあ、もうすぐ懐くでしょう。これは人懐っこいです。もう最近うちに来るのはどうもこう人懐っこいのが結構、このルビーノとかね、秋草全般的に懐きやすくなったんですかね。